じゃあ行けないんですけど、テストコースですから思いっきり踏んじゃいます。ああ、これはね、確かに違う。どうも、石岡大地のもんです。今日紹介するこの新型の NBOX のですね、標準モデルですけれども、注目ここライトですね。このように丸型なんですけれども、上下2分割の天使の輪みたいな構造になってます。光り方見てみましょう。かっこよかった。そしてここグリルやボディ同色に、そしてですね、白いパンチング穴が開いている不思議な造形、そして下凹凸や余計な線をなるべく減らしてですね、非常にこうミニマルな形になってます。バンパーがボディ全体で見てもですね、余計な線が減ってミニマルなプレーンな面になってますけれども、このシルエット自体はですね、非常にボクシーな NBOX ならではの四角い空間になってますが、これですね、形的にはね、まあ、最新の流行ロボットの形に似てますよね。最新流行ロボット、そう、あのゴールドライターにそっくりなんです。ボディがすっきり見えるのにはですね、細部にこだわっているからなんですよね。例えばこのルーフ、通常の溶接ですと、そのルーフとサイド面をですね、結合する部分に太いこうモールみたいなものが入るんですが、この車、ほら、こういったモールがありません。だからルーフがすっきり。この構造、レーザーブレーズ式溶接というんですよ。でね、この NBOX といえばですね、スライドドアが特徴なんですけれども、今回のモデル特徴があります。これ開けますよ。開けて乗り込む時のここ、ちっちゃい子でも乗り込みが楽になるように、ここですね、へこみを設けて、グッとグリップできるような形になってるんです。座りやすい。スライドドアといえば新しいニュースがあります。これまでのモデルはですね、スライドドアを閉めてガチャッと閉まるところまで待ってからようやくロックができましたけれども、今回は予約ロックができます。このように閉めている途中にロックを押せば、ここ見てて、もうあとは操作しなくても、ほら、自動でロックができるんです。つまり閉めながらダーッとですね、ショッピングセンターに急いでもいいっちゅうわけなんです。まあそんなに急がなくてもいいですけども。便利になってきました。注目はここパーンと張った面にですね、リブを設けることによって緊張感を持たせた造形になってます。さらに注目はここ、実は今回全車ですね、ナンバー灯が LED になったんです。でもポイントはそれだけじゃございません。実はですね、 LED にしたことでライト類が小さくなった。これによって従来はこのグリップがですね、ここのナンバーの電球を避けるために右にありましたが、このように小型化されたライトの奥にグリップをセットすることができるようになりました。ですから自然な人間の本能でですね、ここら辺中央を触りますけれども、従来は本能で中央を触るとナンバー灯があって、ワオみたいな、開かないよみたいな感じになってたんですけれども、今回は素直にここに持ってくれば、このようにラゲッジドアが開くちゅうわけです。テールラッチェックします。今テールがついてますが、ブレーキ、リバース、ハザード、そしてこちらはカスタムです。このようにですね、ライトの造形が先代モデルよりもオーセンティックな形になりましたけれども、中身構造は派手になってまして、このように複数分割したライトが光る仕様になっているんです。光り方見てみましょう。パワーオン、スモール、ライト、ハイビーム、ハザード、今回ですね、エンジンの使用ラインナップの方法が変わりました。このカスタムモデルにおいてはですね、エンジンはですね、 S07B 型の NA とターボの両方がラインナップされます。一方で標準モデルは全車 NA を採用するのみとなりました。ターボはなくなりましたよ。ちなみに標準モデルも奥のカスタムもですね、それぞれ FF と 4WD は両方設定されてます。さあ、エンジンの使用、それから CVT もですね、ハードウェア自体はですね、実は大きく変更されてないんですが、制御方法がかなり変わってます。それはですね、この停車状態でも分かるポイントがあるんです。見てみましょう。それはですね、これエンジンかけますよ。かけてこのシフトをですね、入れるときに、普通ですとパーキングから D に入れるときにクンというショックがあるんですが、今回のモデルはですね、制御を見直してですね、わずかな振動も起きないような制御方法になってるんです。ですからほら、いきますよ、ほら、全然振動が起きないんです。えらい。これだけでもだいぶ滑らかに進化していることがわかります。と、いろいろ変わっているこの NBOX のカスタムですけれども、全体のフォルムはほら、四角いですね、スクエアな造形が踏襲されてますよね。これですからですね、
最近の人気キャラクターでいうとあれ似てますよね。なんていうんですか、筋肉マンのサンシャインみたいな。最新でしょ。さあ、そして新型のこのカスタムはですね、このようにドアノブがですね、ダーククロームメッキ仕様になってます。また NBOX の特徴といえば、これ開けますけれども、リアシートにあります。リアの空間が広い、まあそれは当たり前なんですけれども、この NBOX といいますか、ホンダ車の特徴といえるのがこれです。ででーん、センタータンクレイアウトを採用したことによるフロアの低さを利用したチップアップでの超巨大空間の成立です。これは NBOX だけの特徴ですよね。そしてリアに回ってきました。カスタムモデルの注目、ここ3次元造形の超立体のごついスポイガーです。そして下、先代と違ってですね、このようにプレーンな造形に収まった、しかもホワイトテールです。やり方見てみます。テールオン、ブレーキ、ハザード、リバース。さらに今回リア周りで特徴がありまして、実はですね、このラゲッジハンドル、この位置をですね、従来モデルよりも70ミリ下に下げてるんです。これによって普通の姿勢でやってきて手をスッと伸ばせば開けれるっちゅうわけなんです。そしてラゲッジ、このですね、低い開口高さはですね、先代をキープしてます。またですね、ラゲッジ空間もですね、トリムがしっかり貼られていて綺麗な造形。こちらでスライドも可能です。またこちらでですね、ワンアクションでシートを倒すことができます。ちなみにここほら、これくぼみありますよね。このくぼみがあることで自転車を乗せやすくなってるんです。さあ、標準モデルでインテリア見てみましょう。 NBOX で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのための磨きバイトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、あってほしいな。仙台なかったような気がする。ぬったらででーん、やっぱりライトはない。50点です。フロントシートです。2色で愛らしい造形です。これね、座った感触はね、 PPRN ポポロンみたいにふわふわです。そしてここセンターにはアームレスト、そしてシートベルトはですね、このようにブラウンのカラーがおしゃれでございます。インパネ造形大きく変わっております。ついに7インチ液晶が採用されました。全車採用ですよ。さらに従来は高い位置にあったメーターをこの内側に入れたことで、このように前方視界がクリアになってるんです。ちなみに今回のモデルですね、シート同様にこのようにインパネもツートーンのカラーリングになっていますと思いきや、3トーン目のこの色、ブラウン系がありますが、ここ実はですね、このようにトレー形状になっているんです。さらに下、超大型のグローブボックスが備わりました。ちなみにカスタムのインテリアはこのようにブラック基調になってかっちょいいんでございます。またカスタムモデルはですね、このドアの内側に吸音材が追加されていて、さらに静粛性が上がっております。シフトの脇には先代モデル後期から採用されている電動パーキングブレーキが採用されています。さあ、リアシート行こう。シャキーン、リアシートの硬さを赤身トロ、中トロ、大トロで確認。冷凍マグロチェックの、あ、意外硬め、赤身でした。しかし座り心地はね、あのね、平板な感じじゃなくてしっかりしてる感じ、スポーティーな感じです。先代同様にですね、このようにシートは大きくスライドをします。サンシェードも備わってるんですよ。さらにこのようにシートバックテーブルも備わっています。またこちらにはですね、コンビニフックも備わっています。またですね、装備されていると意外にですね、え、普通なんじゃんと思うかもしれませんが、実は結構スーパーハイトではありがたい装備がこれなんです。そう、2分割式で左右それぞれ使えるアームレストはなかなかいい装備。また今回後席のサイドの物置の容量が増えています。さあ、こちらはですね、福祉車両の NBOX スローパーなんですが、どこが違うんでしょうか。いや、実はですね、違わないんです。前と横から見てたんでは全く違いがありません。このようにカスタムもあります、標準もあります。違いは後ろ、このようにリアから見ると違いがわかるんですが、でもそれっぽくないですよね。違いはここ、実はですね、ゲートを大きく開けるためにこのようにほら、開口部が下までググッと来てるんです。ですからこのようにほら、下からガバリと大きく開くんです。これね、操作がですね、従来も結構簡単だったんですけれども、今回さらに簡単になりました。まずスロープを下ろしますが、非常に軽い力でいきます。それからシート、ヘッドレストを落とす、そしてシートを倒す、実はこれだけで OK なんです。ちなみにこのシート、
このようにですね、スライド機構のない完全専用設計のものでして、ほら、シートを使った状態でもですね、下にスペースがあって長尺ものが積載可能です。さあ、これを倒す。で、ポイント。これまではですね、車椅子の前輪を乗せるために、こちらのボードを外すなどの操作が必要だったんですが、今回のモデルはですね、足の形状を工夫したことによって、もうここで準備 OK。あとは、サイドにある固定ベルトのフリーボタン。はい。シートの後ろから、このようにベルトを引き出します。そして後方に引っ張っていく。そしてこれをですね、車椅子に固定します。そしてこのリモコン、これね、ワイヤレスなんですけれども、これで押す。それだけで、ほら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 、引っ込まれていくんですよ。手で押さえなきゃいけません。で、この時、これね、作業中に人が乗ってて重かったりすると、得てして、このように斜めちゃったりもします。そんな時には、前に行って、直して補正してっていうのが今まで必要でしたが、今回のモデルは、このように斜めってしまっていても、自動でウィンチが補正してまっすぐにしてくれるんです。今、はい、行きます。斜めってますが、ほら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 、左右の内輪差を消すようにですね、してですね、このように垂直に入れることができました。あとはですね、このように、ボードを畳みまして、こちらで専用のロックをかけます。これで完成というわけになっております。これならですね、プロフェッサー X もですね、不満は全くないと思います。で、これ車椅子だけじゃなくて、このようにキャンプで最近定番のワゴンですね、こういった重いワゴン、ワゴンなんかを引き込むこともできるんです。という新型のですね、NBOX スローパーなんですけれども、このジャンルで NBOX のスローパーは5年連続販売台数ナンバーワンなんですよね、はい。で、この新型では売れ行きはナンバーいくつになると思いますか？ナンバー11ということで。ナンバーワンで引き続き。このようにコーディネートスタイルというものも用意されてまして、ホワイトのホイールキャップやホワイトのミラーなんかも特徴的ですけども、このボディカラーもいい感じですよね。これでもちょっと画面だとうまく伝わらないかもしれないんで、見た目の印象を伝えますと、これね、ちょうどあの色に似てます。そう、みんなが大好き大流行のあのドリンクです。そう、 NCAA です。あの黄色です。カスタムターボに乗ります。あー、出足で、ちょっとなんかちょっと意外すぎるんですけど、出足で全然違います。旧型モデルと基本的にハードウェア構成ね、同じなんですよ。あの、電動ウエストゲート付きの、ターボチャージャー。これも先代から全く流用のはずなんですが、このね、時速0キロから、ふって踏んだ時の、加速度の立ち上がりがですね、今までこう、ぐんってこう、やっぱりですね、段差を設けていたと思うんですよ。なんだけど、それがない。滑らか。じゃあいけないんですけど、テストコースですから思いっきり踏んじゃいます。今はですね、イーコンオンです。ああ、なるほど、なるほど。これはね、確かに違う。ああ、チキンスキンスタンドアップ。あのね、まろやかになってます。こうやって踏んでいくと、上の方の回転、4000回転から上になると、これは先代と私はちょっとね、見分けがつかないんですけど、でもそれまでの領域がこのね、パカッと踏んだ時の滑らかさが全然違う。マジか、これね、違う。で、イーコンを振ります。イーコンを振るとよりパワフルな動きになるんですが、これやってみます。うん、これね、マジで違う。いや、本当にチキンスキンスタンドアップ。なるほど。いや、そもそもね、このエンジンなかなかね、よくできたいい子なエンジンでして、流速を高めるためにボアがすごくちっちゃくて、ストロークがめちゃくちゃ長いエンジンなんですよ。すごい特殊なエンジンなんですよ。で、これで、流速を高めて、そしてタンブグ流を強くしてですね、燃焼効率を上げてるやつなんですが、で、さらにですね、そこに電動ウエストゲートを使って、下級圧のコントロールをよくきめ細かくやってるエンジンで、もともとね、先代の時点でもね、なかなかね、正直言うと、フィーリング的には NA と区別ができない、ターボ版みたいな感じじゃなくて、ターボがすごく自然に下級をしていくやつだったんですが、今回はさらに、なんつうかな、でもね、先代もね、あれ、
段付きっぽくあったのは、あれはターボというよりもおそらく変速関係 CVT との絡みがあったんだと思うんですけど、今回はね CVT の制御と、あと実はこのエンジンの方もセンシングセンサー関係がですねちょっと変わってまして、あと、燃焼のですね解像度も上がってるんで、そこら辺のね滑らかさ対滑らかさが加わって、あ、これはねこれやっぱ加減速の時に大きく違います。続いてパドルもやってみます。このねパドルの時にも、先代は、変速した瞬間にですねこうちょっとトルクの陽動があったんですが、それが今回は滑らかになってるそうです。本当でしょうか、なってるそうです。本当でしょうか。あ、確かにね、確かにパドル触った時のガクンみたいな動きは減ってます。ただごめん、ちょっとね先代の名誉のために言わせてもらうと、先代もねこのパドルのシフトでそんなにね前後にぐらつくような大きなショックっていうのはなかったんですけれども、でも確かに乗り比べると全然違います。そしてシャシー関係です。これですね、実はフロントストラットリアトーションビームっていう足回りの基本はですね先代とほぼほぼ同じなんですが、でもねこうやってね乗るとねやっぱ違うんですよ。特に今みたいに結構車体がローグするような場面では違います。私ですね NBOX の走りってエンジン全く問題ないどころか NA でも余裕があって大好きなんですけれども、唯一走りで不満だったのは試乗インプレでも言ってますが、ちょっとねホンダさんにしては柔らかすぎるんですよね。ホンダさんっていうとこう スポーティーなパンと張ったような足を想像するんですけども、 NBOX に関してはね非常にソフトにバウンシングするようなものだったんですけども、これはねかなり違います。スポーティーな、固めの足になってます。ただし固めなんですけどストローク感はしっかり残ってるんですよね。でこれなんでかっていうと、特にターボ車に関してなんですけれども、ダンパーの、原始設定が変わってます。具体的にはですねダンパーの動きの遅い領域ですね、そこでの減衰を伸びも縮みも上げてるんです。これによってですねじわじわとロールしていくような場面でもですねこう砕けるような感じがなくてですねしっかり踏ん張ってくれるようになってるんですというね改善もあるんですが、もともとねやっぱりこの NBOX の足回りってなかなかね容量、まずそもそもの、その小手先のチューニングじゃなくて容量がなかなかあるサスペンションでして、例えばリアなんかに関して言うとコンプライアンスブッシュっていう結構でかいブッシュがあるんですけど、これがね径としては破格のね65ミリパイだったんですよ。でそれは継続採用してますので動きにね余裕があるんですよね。 NA に乗ります。あーやっぱりだ、ターボの新型乗った時も思いましたけれども、この最初の一踏み0キロから速度表示で言うと5キロ6キロの領域でもそんなことあんのかいって思うかもしれませんが、本当に違うんですよ。この本当にこの最初の一踏み、特にスーパーハイトで NBOX に限らず NA のモデルって最初の一踏みがねどうしてもねとか当たり前なんですけれども、初速を稼ぐために CVT が思いっきり低ギアの側に振られていて、エンジン回転数がグンって上がって、それがうるさいなっていうのを、まあ、うるさいとまで思わなくても、潜在意識にあるんですよね。だからね、踏むのがね、ちょっとね、ちょっとストレスだったりするんですけど、これはね、ふんわりこう、車速が立ち上がって、しかも、エンジン音もそんな高くない気がする。で、このですね、加速の時のストレスのなさ、そしてなんとなく心なしかエンジンが静かになっているような気がするんですが、実はこのエンジン回転数と速度の上がりの相関は、先代モデルと大きく変わってないそうなんですけども、でも絶対静かになってます私の印象として。でこれはやっぱりですね遮音材がですね大きく追加されたことが大きいと思います。これはね、てきめんに静かになってます、本当に。さあ、ちょっとね、調子に乗ってイーコンオフして、よりエンジン回転数が高まるような状態で踏みます。この時の音どうでしょうか。これは、先代モデルに乗ってる人なら、絶対にすぐ分かります。てきめんに静かになってます。今ですね、市街地を模したような感じで、ストップ&ゴー、さらにはですね、左右にこう、ステアリングを切るような感じで走っていますが、やっぱりね本当に
エンジンと CVT の付きが非常にこう滑らかになっていること、それから車体の動きがですね、角が取れていることによって、あのね、先代では感じなかったんですよ。先代すごくいいなと思ってたんですが、こうして3代目の全てがこうちょっとね、角が丸められた車に乗ると、ああ、もしかしたら2代目のあの発進、それから停止の時の動き、それからステアリングを切った時の動きの、この3代目に乗ると感じる唐突さみたいなものは、実は長く乗っていくとストレスになってたのかもしれないなって思うようになりましたって、なんか偉そうなこと言ってますね。でも本当にそう思うんです。というわけで、おそらくなんですが、これね、リーガーの試乗で一瞬乗っただけでは、もしかしたら違いって分かりにくいかもしれませんが、ロングで乗れば乗るほど差が出てきそうです。というわけで、大変美味でした。3代目、ごちそうさまでした。